はい、ダイソーさんのですね、USB カップウォーマー、なんと、税込み550円。デスクワークだけに使うのはもったいないので、ちょっとアウトドアでも使えるように、ご説明したいと思います。説明の紙が一応書いてますね。注意書きによると、ここですね、真ん中の部分が熱くなるので注意してください。まあ、マークもあるんで分かると思います。単純にもう USB ケーブルをですね、お手持ちのモバイルバッテリーに、挿していただきます。で、マグカップを置くと、まあ、こんな感じでですね、点滅がつきますんで、すぐ置いた時につかなかったらですね、ここね、押してあげるといいです。そしたら青くつきます。こちらのですね、 USB カップウォーマーなんですけど、裏面にですね、こうスイッチがついておりまして、これがですね、量が少なくなると勝手に消えてしまいます。これが不便なので、なんとセロハンテープで留めました。意外と地味に便利です。ちなみにセロハンテープカスタマーですね、自己責任でお願いします。はい、重さ下がってます。わずか 123g なんで、割と登山でもね、持ち運べるかもしれないですね。はい、USB カップウォーマーにですね、載せる素材についてです。一応熱伝導率っていうのがありまして、まあ熱を伝えやすい能力ですね。それは素材によって、一応アルミですねと、ステンレス、チタンで、陶器、磁器の、あたりの順番でですね、熱が伝わりやすく、なっております。ちょっと素材、紹介します。こちらダイソーさんのメスティン、一番小さいサイズのメスティンですね。で、こちらは、相当のサーモスタックっていうのに入ってる、マグ350です。で、こちら、スノーピークの、チタンシングルマグ、450ですね。今回はちょっとマグっていうのに着目して、この素材の違いでの温度変化も見ていきたいと思います。はい、キャンプやアウトドアでもですね、使用シーン考えると、やっぱりモバイルバッテリーと組み合わせると、まあ非常に相性がいいですね。ポータブル電源なんかを持ち込まれる方もいると思います。そういう方は、こちらも同じくダイソーさんで売ってるこの USB の延長ケーブルですね、こちらとつながれるとかなり快適になります。はい、USB カップウォーマーですね。実際どこまで暖かさを維持できるのか、素材によってどれだけちょっと違いが出るのか、実際ちょっと数値を測ってですね、検証してみることにしました。 USB、のモバイルバッテリーですね、一応挿して、で、まあ、勝手に少なくなってもこう切れないようにですね、まあ、セロハンテープで加工しております。で、マグを乗っけて、時間はですね、0分、10分、30分、60分、時間経過ごとの、温度変化を測ってみました。今回使ったのはこのダイソーさんの料理用温度計です。はい、こんな感じでですね、お湯を使って今回ちょっと検証してみました。実際沸騰したてだとね、温度ちょっとまちまちだったりするんで、それぞれの時に85度までですね、温度が下がった後、計測開始って形で同じ条件でやってみました。はい、ではですね、ちょっと温度変化の部分の前に、一応こういう保温の部分はですね、基本的にダブルマグとか、シングルマグとかあるんですけども、シングルの一層構造のものでないと結構暴発とかですね、危険の恐れがあるので、シングルマグでこういうのをやってください。
じゃあ、実際の温度変化です。このウォーマー、USB カップウォーマーがない場合ですね、一応表がちょっと出てるんですけど、まあ、0分の時は全てまあ85度スタートですね。ウォーマーなしの場合、10分経過すると61度でした。で、30分経過すると、45度でした。で、60分経過すると、34度。まあ、ぬるいですね。で、これ USB、ウォーマーがある場合だと、スノーピークのシングルチタンマグですね。85度でした。最初スタートですね。で、10分後、64度です。30分後、50度でした。で、60分後、42度になりました。いや、まあ、約10度近くぐらい差が出ますね。はい。それではこのチタンのですね、スノーピークの、マグと、まあ、相当さんの、こちらのステンレスのマグとの、ちょっと温度の違いを見ていってみましょう。0分の時は相当さんでもやっぱり85度です。10分経過すると65度。僅差ですけどね、1度ぐらい下がってきましたね。30分後51度、60分後43度。わずかながらですね、僅差ですけど、相当さんの方が少し暖かかったですね。ただ、チタンでもスノーピークさんすごくね、頑張ってると思います。それは、スノーピークのシングルチタンマグのですね、底の構造がちょっと影響しておりますので、少しこの話をさせていただきます。はい。底の形状がですね、ちょっと影響している点なんですけども、まず、相当さんのステンレスマグの場合は、真ん中がですね、ちょっとややくぼんでるんですね。熱の伝導性考えると、やっぱり真ん中がフラットの方が熱が伝わりやすいです。対して、このスノーピークさん、本来だったらチタンなんでね、熱伝導率がステンレスにちょっと劣るはずなんですけども、そこがフラットなので、非常に熱が伝わりやすくて、検討してると思います。はい。ではちょっと相当さんのですね、マグ、一番ちょっと結果が良かったんですけども、これに、蓋をつけた時の温度変化っていうのをちょっと見ていきたいと思います。まず0分、まあもちろん85度スタート、10分、なんと73度です。で、30分後、63度。もうここでまたさらに10度近くね、差が開いております。60分後、54度。蓋があるだけでですね、10度差が開きます。なので、蓋もぜひね、ゲットしたいところですね。はい。蓋はですね、実はスノーピークさん、金属製の蓋ありません。で、対してこの相当さんも金属製の蓋がございません。というわけで、EPI ガスさんのですね、チタンの、このマグの蓋、T-8113 という型番のものであれば、スノーピークのこの450のシングルマグにもシンデレラフィットですね。で、相当さんのマグ350にもシンデレラフィットします。やっぱり金属製のですね、蓋の方が、やっぱり熱にもね、強いですし、こういう時にやっぱりね、温度をキープしてくれるので、この蓋、意外と重要です。はい。実際ですね、やっぱり蓋があると10度近く違うので、やっぱりあったかいんですね。実際ちょっと飲んでみたんですけども、やっぱり1時間後もですね、この相当さんのマグ350プラス蓋ありなら、やっぱりあったかく飲めました。ちなみにステンレス製のマグですね、やっぱり100均さんからも出てるんですけども、やっぱ材質が違うのか、やっぱりこちらの方が温度キープできます。相当さんの勝ち。わずか 123g と軽量でですね、550円という低価格を実現しております。今まで2000円だったものがですね、そんなに安くなったので、まあ一家にね、1人1台あってもいいかなと思います。まあ冬キャンプのですね、温かい飲み物のお供に、私はちょっとソロ登山でもね、ちょっと山頂でゆっくりコーヒー飲むのに使ってみたいと思います。ダイソーさんのですね、USB カップウォーマー、
こちらの紹介記事参考になりましたらチャンネル登録お願いします。